さあピンクのユニフォーム、3月3日ひな祭りに里麻耶祭りとなるのか。最終コーナー佐藤麻耶が抜け出した。最後のは3コーナーで決めた佐藤麻耶が人気に応えてゴールイン。初日1着おめでとうございます。ありがとうございます。ひな祭りに1着なんてさすが見せてくれますね。とりあえず安心しました。そうですね、やっぱり風は少し気になりました。やっぱりちょっと乗りづらい症状がずっと続いてて、今日も、ちょっと乗りづらさを感じましたね。朝も悪くないかなっていう感じだったんですけど、レースはすごくよく切れたと思います。最終班からトップスタート、早くも5番手からの競争になります。そうですね、落ち着いて一社一社抜いていきたいなと思って、走りました。さあここで佐藤麻耶も追撃態勢整いました。やっぱり抜け出されると怖いタイプなので、上野さんもすごく速いので厳しいなと思ったんですけど、やっぱり後ろから走ってるにもあって、なんとかちょっとずつ追いつけてたので、風の影響もあって、梅内さんも少し乗りづらそうに見えたので、思い切って家入れたのでもう上出来です。去年すごくエンジンも良くて1年を通して安定してたので、やっぱり少し乗りづらさとかが出てしまうとなかなかもう本当通用しないというか厳しいなっていうのを痛感したんですけれども、ただ厳しいながらも予選通過できましたし、1着はなかなかちょっと最近しばらく取れてないんですけど、やっと取れたので、安心しました。明日もまた1着取れるように一生懸命頑張ります。今回無観客開催ということで残念なんですけれども、画面越しでの応援よろしくお願いします。